代表、はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日は何をするんですか？今日はセリアから買ってきたプールスティックっていうものと、この変形支柱、これで壁紙のクロスのエア空気を抜いていきます。できるんですか？はい、ちょっと検証も含めてやっていきます。はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずセリア棒を作るところからですね。こっちが1メートルで切ります。こっちが950にしようとか、こっちが950。ポンチでできてるからカッターで簡単に切れちゃいますね。ポンチで切ります。切れましたね。で、こっちがなんか塞がってます。塞がってて、こっち行ったところ穴開いてるんですね。はい、穴開いてる方を刺す。壁紙を剥がしたら次は何ですか？次は貼りに行きます。貼りますか？貼ります。壁をね、早く貼る、まあセリア棒が、はい、使えるかどうかだけど、セリア棒がうまく使えるのかっていう検証コーナーなんで。腰袋準備 OK ですね。 OK ですね。もうすでに塗りのついた壁紙ですね。そうですね。はい、行きましょう。はい、スタンバイ。セリア棒、ありがとうございます。結構スタンバイしてたね。スタンバイして、で、はい、ありがとうございます。これを使います。こうして、お、いけます？いけるに抜けました。でしょ。突き付けても、うん、ここの結局突き付けなんで、こう半分合わせて、半分合わせて、これをお、すごい。使える。ジョイントを半分合わせて、はい、このまま下ろすと、ここがもうまっすぐ。ジョイントの部分わかります？この、うん、ここがもうすでにもうまっすぐ降りるんで、あとちっちゃいと。ローラーで整えてあげて、うん、すごい早い。代表、はい、綺麗に貼れましたね。綺麗に貼れましたね。時短でセリア棒を使ってみましたけど、かなりの時短になったんじゃないですか？かなり感覚としてはかなりの時短になりますね。ですよね。どうですか、使い勝手的にはこれからも使ってもいいかなと思えるアイテムでしたか？これからも使いたいっていうアイテムになりました、うん、使ってて気づいたのが転がりやすい。あ、そうなんですよね。さっきも転がっちゃってましたもんね。さっき転がってたので、じゃあ角切っておきます。角をこの分切っておけば、これで転がらない。転がらない。あ、でも下も切った方がいいんであれば、反対側を、うん、これぐらい切れば、これで転がりにくくなりました。転がりにくくなりましたね。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。